ごめん。すいません。ただいま。テカテカしてた。こんばんは。こんばんは。中村舞です。すごい。ハート。結婚して。お疲れ。だるま。かわいい。タコ。虫眼鏡。なんか帽子。ジジイ。ハート。なるほど。めっちゃいろんな種類。ありがとうございます。って読めてないのないかな。ありがとう。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。中村舞です。皆さん、こんばんは。ありがとう。メイク？え？違うんですよ。してたんですよ今日。お仕事終わりです。ありがとう。これも初見さんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です、うん。今日は愛媛に行っていました。家です。自宅に帰ってまいりました。行ったり来たり、そうだよ。行ったり来たり、行ったり来たり。行ったり来たりですよ。7時間ぐらいかけて。中村舞ですね、言い方めっちゃ好き。中村舞です。バスマッサージ行きたい。バキバキ、うん、かわいい。ハートありがとう。朝早くて眠く、今日の朝早かったです。5時ぐらいに起きて、そう、まだ暗い時間だった。今日さあ休みだったんだね。3連休だった。3連休の最後の日に3連休だって知りました。3連休なんですね。今日は3連休らしかったですよ。なんだっけ、スポーツの日。あ、スポーツの日。ライブもクイズも。ありがとう、ありがとうございます。片道7時間違う。往復14時間になるわ。逆にもう寝るけどね、そんなにあったら。祝日、そうです、祝日でした。全くスポーツしませんでした。私もスポーツしてない。今からしようかな。室内でできるスポーツ、一人でできるスポーツ。でも最近スポーツ観戦めっちゃしてるよ。なんかさ、この間はテレビでバドミントンやってたから、うわーって言いながらバドミントン見て、なんかめっちゃテレビでさスポーツやってる。背筋する？うわー、ちょっとできるスペースあるかな。てか背筋とか全然してない。もう背筋ないんじゃない？ちょっと背筋ない説あるんだけど、
やってないよ最近。背筋ってあんましない。あるかな。腕立て伏せ。腕立て伏せは無理無理無理ですね。ブリッジできるか、うん、できるけどなんかちょっと気分悪くなるんでなんかこう脳がさ、こう逆さまになってさ、気分悪くなるんで、なんか顔が真っ赤になるんですよ。んであんましないですね。ステーバラハンドもありがとう。いやね、なんかね、バレエやってるからできるっしょみたいなあると思うんですけど、もうバレエやめてから何年経つんだろう。高3までやってて、18までやってたから、もう5、6年経つんですよね。だからさすがにブランクはありましてですね、ずっと習ってるわけじゃないので。うん、多分いろいろとバレエの筋肉は若干落ちてると思います。うん、ダンスとバレエがまた違うんですよね。なんか全然違ってて、そうね、ぬるまありがとう。何スクワットしてって方ありがとう。筋トレしないのか。筋トレ、こういうやつ、私筋トレの種類こういうのが出てくる。スクワットあんま配信でしないな。スクワットってさ、なんかこういうやつじゃなくてさ、ちゃんとさ、なんかこう前傾でさ、やらないといけないよね。ちゃんとしないといけないよね。ありがとう。チキンさんもありがとうございます。中村舞です。ジム行ったりしないの。行ってないジム行ってないです。行ってないよ。こんにちは、ありがとう。行ってないね。行ったこと、学生の時しかないかも。なんかバレエやってる、もう高校生ぐらいの時は本当に休日もジムに行って、なんかもう泳いで鍛えて走りまくったりもしてたけど、走る筋肉いらんだろうと思うけど、なんかもう痩せたくてやってて、多分。そうね、いや STU 入ってから、いやジム行ってないな。広島のジムとかも分からんな。ジム行ってるメンバーとか、いやいると思う。なんかだってリコチとか多分筋肉鍛えるの大好きなんですよ。なんかリコチすごい筋肉についてめちゃ詳しくって、筋肉の話すごいしてて、でなんかのなんだっけな、なんかお仕事があった時に、なんか休憩時間っていうか合間の時間が1時間ぐらい空いたんですよ。でなんかそしたらなんか近くのジムに行ってきますって言って、なんかいなくなったんですよね。でなんか鍛えてきますみたいな言って、そんな休憩の時間に、1時間休憩の時間にジム行くのと思って、い
や、びっくりしました。私ガチャガチャ行きましたもん一人で私はじゃあちょっと1時間時間があるみたいなんで、その辺のガチャガチャを見てきますって言って、いやなんか意識したーと思いながら、なるほど、ありがとうございます。あ、でも泳ぐの大好き、泳ぎたい、今でも泳ぎたい、泳ぎたいんですよ。そう、この間水着を出してきたんですよ普通にあのおしゃれ水着とかじゃなくって、あのなんか市民プールとかで泳ぐ用の水着、普通に泳ぎに行きたい。遊泳禁止？いや私は遊泳禁止されてませんので、遊泳しまくり。何年前の水着やねん。中1とかのじゃない中学生ぐらいの時に使ってたやつだと思うけど、入るの？え？でも身長変わってないからね。最近やん、中 1？ 何年前や？9年前ぐらい。体型変わるやん。そんな変わってないよ変わってないし、あれよ、ストレッチ性がありますからえ、待って、11年前なの？え、やばい、ほんまや、え、んそうやん、悲しい、なんでやねん。女性骨格変わる、あれなんじゃない？女の子って成長早いよ結構なんかさ、私は身長は中2まで伸びたんですけど、でもほぼ伸びてなくって、もう小学生ぐらいの時には160、そんなにめちゃくちゃ変わるってことはないんじゃない？もう本当にめっちゃ変わったなみたいな、多少そんな変わるとは思うけど体型変わらんか、何なん体型変わらんの、体型変わらんのって、何なんどういうこと？なんなん？中1から体型変わってないんだねみたいなコメント、何なんですか、どういうことですか、意味わかんないんですけど。落ち着いてる、落ち着いてる、ちょっとコーヒー飲むわ、ラジオね買って帰ってきたんやん今日。そしたらさ、見て、ここからは時間外労働ですっていう、なんかこんなカップもらいましたちょっと私呪術廻戦見てないんですけど、なんか呪術廻戦に出てくるお方らしいです。ここからは時間外労働です。ナナミン、なんかそれ空派と会ったんですよ。空派がこの人ナナミンって言うんだよって言った。ナナミン、そんな言い方じゃない。どんな言い方なの？ここからは時間外労働です。いい人だよ。へえ。あ、ゴーグルみたいな感じ。なんかこれサングラス、ゴーグルっぽいつけてる。
甘いの甘い声もかっこいい。んー、時間外労働です。ありがとう。あ、推し多いんだ、この人推し。そうなの、初めて知りました、呪術廻戦。何時間前のコーヒー？え？何時間前？そんなに経ってないよ。うん。帰ってきて、広島着いて、で、ソラハとちょっと会って、で、ちょっとソラハとご飯だけ食べて、で、そう、帰ってきました。めっちゃ久しぶりに行った気がする。ソラハと会ってきた。ホット買うなんて珍しい。え、でしょ？こんなにアイス推しの私が。あなたもありがとう。何食べたか？じゃあ今から食べたもののジェスチャーします。なんでしょう。あ、すごいいっぱい正解がいる。焼き鳥でした。焼き鳥食べてきたんだ。そう、あの焼いてはないです、焼いてもらってそれを食べた。焼き鳥食べました。焼き鳥食べてきたよん。タレ派っぽい塩派です。わさびがいい、塩とかわさびが乗ってるのがたまらなく大好き。お酒一滴も飲んでないよ。ソラハと2人で行ったんですけど、なんかドラさんで飲もうねみたいな話したね。そうだからもう普通に夜ご飯行って、そう、あ、なんですか、ジンジャーエール乾杯みたいな。本当ありがとう。おきちゃんさ、そんて違う違う、なんかこう、おのおの2人とも行きたい時もあるし3人で行きたい時もあるじゃないですか。でソラハと2人っきりでのご飯がもうずっと行ってなかったかな、 なんか行きたいねって話しながら行ってなかったけ、そう行ったんよね。いろいろと2人で話したいこともあって、何食べたかめっちゃ聞かれる。ぼんじりでしょ、ずりでしょ、つくねでしょ、あとは豚バラ鶏じゃないけど豚バラ、ないかな、ハツ食べたことない、心臓だよね。ご飯、え、食べたよ、おにぎり食べたよ。私さ、焼き鳥屋さんで絶対にご飯物ないとなんか食べられないんですよ。なんていうんですかね、なんか白ご飯がないとなんかお肉だけでどうしても
食べるのが難しいです。ライス必須。そうよ、おにぎり。お酒があれば。え、そうなの？お酒があっても白ご飯。いや、わからんわ。え？どうやろ。まあやっぱ白ご飯にお肉って食べたい。お肉だけではむつこい？いや単純にご飯が合うからそうなの。ネックとかセセリって呼び方のがうまい。え、なんかさ、ソルハがセセリ食べてたな。セセリってどこの部位なんだろう。おいしい、ありがとう。むつこいって戻れるって意味。そう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 、なんか味が脂っこいとかいう時にも使うかな。首？せせり？ここせせり。楽しみよね、ありがとう。愛媛弁なのか。なんかね、調べたん一回さ、高知と愛媛だった気がする。あれ愛媛、うん、そう、なんか通じなくって、なんか東京のメイクさんと話してた時になんか「むつこいですよね」みたいな言ったら「何むつこいって」みたいな言われて、そう、方言、それで方言って知った。ありがとう。むつこい通じない、なんかむつこいって言うんですよ。なんかなんか油っぽいもの食べた時もむつこいって言うし、なんか濃いなって思った時もなんかむつこいなとか言うし、なんか別に食べ物だけに使うわけじゃないんですけど、なんかむつこいっていう方言があるんですよね。響きが可愛い。え、本当に？なんかドスコイみたいじゃない？むつこい、ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。タワーもらった。ありがとう。ありがとう。ミッキーさん、ありがとうございます。ありがとうタワー。探偵タワー、ちょっとかける時間あるよね、多分。過去今広島でも使う、そうな。STU メンバーに伝わるかな。あ、やばい、充電さそうと思ったの忘れて。マイキューが言うとドスコイ可愛い。嘘、ドスコイ、ドスコイ本当にドスコイ。ありがとう可愛い。ちょっと待ってね。可愛く言った。いや、そうだよ。ちょっと待ってね。この帽子がむずいんですよね。
チェック。睨んだ？睨んでないよ。あ、なんかちょっと大丈夫かな。頭にメロン乗せてるみたいな。ちょっといいね、ありがとう。やばい、無言になっちゃう。みんななんか喋っといて。ありがとう。クマみたいなやつ。これさ、クマじゃないんかな、猫なんかな。なんか猫っぽいわ。あ、ずっとクマって言っとったけど、これ猫やわ。ありがとう猫。なんか耳がとんがっとるクマやなと思ったよね。猫やった。なんかさ、怪盗みたいなやついるじゃん。今頃え、ね、猫やった。なんかよく見たら猫やった。ありがとう初見さん。怪盗じゃないや、探偵といえばブーケでしょ。ブーケ、ブーケじゃない。え、これさ、ブーケじゃない、プーケか。あれなんだっけ。え、ブーケじゃない、あの、なんだっけ。え、これこれ、あ、ケープだ。ごめんごめん、間違えた。ブーケじゃない、これ、これ。この、なんて言うんですか。あ、ケープでした。ブーケじゃなかった。あの、ブーケは結婚式。ケープ。え、ケープって言うよね。間違えた。すっきりした。もうちょっともやもやさせてしまいました。大変申し訳ございません。ネタは上がってるんだぞ。暴きます。できた。じゃーん、ありがとうございます。ミッキーさん、ありがとう。真実はいつも一つ。え、待って、コナン君って探偵なの？探偵か、あれは。探偵じゃ。探偵のイメージ、これ。ありがとう、ミッキーさん。名探偵？名探偵コナンだ。ほんまや。しかも、もう名がつくぐらい、探偵。コナンくんめっちゃショック受けたと思う。すいませんでした、コナンくん。大変申し訳ございませんでした。見たこと、え、あるよコナンくん。ありますよ。でもちょっと私ぐらいの知識で語ると、あのコナンくん好きな人に何も知らないじゃないかって言われて、こうここが燃えちゃうかもしれないので、ちょっと黙っときます。
マッキーありがとう。こありがとう。いやいや見たことあるよ。映画も一本見たことあるし、一本、二本、一本。スパイファミリー見てる？スパイファミリー見たよ。アニメ。この間お母さんとさスパイファミリーの話しててさ、スパイファミリー面白いよねみたいな話してたんですよ。そしたらなんかまいちゃんはスパイファミリーのどういうところが好きなのって言われて、えみたいな、どういうところが好きってマジでむずっと思って、めっちゃ回答に困ってさ、えなんかえむずくない、どういうところが好きって言われたら結構むずくない、面白い剣好きみたいな語彙力なかった。面白い剣好きよ。アーニャが、アーニャかわいい、確かに。夜さん、アーニャさん夜さんのモノマネモノマネ。でもね、なんか私結構グロ系のアニメっていうか見れなくって、なんかグロ系のものが見れないんですよ。なんか血とか出てきたりとか、なんかそういうのがあんま得意じゃないんですけど、なんかスパイファミリーもちょっと夜さんの職業的にちょっと最初グロいの、グロいシーンあるかなとか思ったんですけど、でも見れる。なんかグロかったりはしないから、見れます。すごいシーンが得意じゃない。進撃の巨人、え、なんか見たことはあるんよ。なんかでもなんか心が、心が切なくなる。鬼滅は1話見たマジで話にならんって思うじゃろ1話だけかよって。1話が一番面白い。1話が一番でも悲しいよね。悲しいとこから始まるアニメ。推しの子、あ、推しの子は見た。推しの子はもう最初だけですよね。その血とかが出てくるのは。通り部、お姉ちゃんがね見てたんだけどね、チラチラ見てて、ちょいちょいこうやっぱ喧嘩のシーンがってなって、ひよった、うん、ひよった。自称マイキー、そうですよ、瀬戸内の、瀬戸内のマイキーです。うん、今何のアニメも、アニメも見てなくて、そう、新しくなんか見ようかなって思ってます。
例えばどんなアニメが好きか。もうキュン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 です。あ、めっちゃくしゃみ出そう。止まった。ちいかわってキュン。うん、ちいかわはあのほのぼの。なんだもう朝かと一人ごつ。わーけ？何？わー。ちいかわ？わー。恋愛ものも悲しいお話多い気がするけど、どういう系ですか？ハッピーエンドが好きかも。ハッピーエンドがいいな。悲しいのはちょっと辛いな。どうもありがとうございます。か日常系とか、なんだっけな、一気見したやつ。何や、名前が出てこ名前が出てこ。ダメだ、名前出ていこう。私の幸せな結婚は、あ、そう、見たよ。旦那様ってやつ。どんなの？ヒント。どんなのか、もうハーってやって、ハーってやって、ハーッハーッキュンハーッって感じです。そうじゃないですか。なるほど、ありがとう。キュン要素あったか。あ、でも最初見始めた時になんかシンデレラ、あ、シンデレラってわかりますか？なんかママ母にいじめられて、なんかシンデレラがね、でも結婚して幸せになるじゃないですか。まあ、あんな感じのストーリーに似てるなってちょっと思ってたんですけど、そのシンデレラみたいなストーリーの中にハーッハーッハーッが入ってるアニメです。これ見たら、あ、なるほどってなりますから。いや、マジでなるから、本当に。歯、はあ、入ってますね。歯、はあ、入ってるよね。歯、はあ、って感じの歯、はあ、が入ってます。バトルも行われるかもしれないし、
ありがとう。あとキュンなアニメってなんだろうな。何見たかな。山田くんとレベル999の恋をするみたいなやつ。堀宮とか。キュキュキュ。からかい上手の高木さん。ちょっと懐かしい。なんか STU メンバー結構アニメ好き多いですよ。なんかももちゃんもよく見てるイメージ。なんか楽屋とかなんか空き時間とか、あやおさんすごすぎますよって感じ。本当にもうすごすぎる。なんかこれを作ったのすごすぎやろみたいな思います。マジですごい。あとね、鳥がめっちゃ出てくる。なんかインコめっちゃ出てくる。もう鳥が大量に出てくる。鳥が、まあ、得意じゃない人はうわーってなるかもしれません。わらわらかい。わらわらね。可愛かった。なんかすごいもうギュッてした感じがする。ジブリのいろんなのをギュッ。声優の方、豪華。本当にすごかった。見に行きたい映画あるよ。ホーンテッドマンション、今やってるのかな。あのディズニーのさ、ホーンテッドマンションっていうやつがさ、なんか映画になるって聞いてめっちゃ見たいなって思ったのと、あと、もうやってないの。そうなの。なんだっけな、なんか見たいと思ったんだけどな。猫ハートありがとう。ありがとう。怖いの苦手やけど、なんかホーンテッドマンションはディズニーの乗り物であって乗ったことがあるんですけど、なんか見れるんじゃないかなって思ってます。まあグロい感じではなさそうな気がする。ありがとう。やってるって。行きたいけど、あんまり映画館に、そうね、でも行きたい。ポップコーンが食べたい。キャラメルポップコーンが食べたい。キャラメルポップコーンとメロンソーダを食しながら見たい。
ャラメルポップコーンがいい。塩じゃない、キャラメルがいい。ポテトもあったらポテトも食べたい。ありがとう。もう映画館のさシーンとした瞬間にさ、息を殺して食べる。でちょっとバーってなってるシーンの時は気にせず食べれる。映画館でラーメン食べませんよ。私なんかラーメンのことでいろいろとなんかもうそれはやめた方がいいよみたいな言われることが多くて、ラーメンはラーメン屋か家で食べるようにしようって思ったんです。そうなんです。なんかなんか油そば買って、で港まで行かないといけなくって、宇品港までこうタクシーに乗せてもらって、でそしたら油そば食べたくって、熱いうちに食べようかなって思ったら、おきちゃんに絶対にやめた方がいいって言われて、で私みたいな、でもスープないよ油そばって言って、いや絶対にやめた方がいいって言って、でってすぐに検索してタクシー油そばみたいな感じで、そしたらなんかやめた方がいいみたいな意見がいっぱいあってで、ああそうかって、タクシーの運転手さんに意見も聞こうかなって思ったんですよ。どうなんか食べられたらやっぱ嫌ですかみたいな、けど、まあ、まあ勇気もなく聞かず、なんかねタクシーの中はなんかおにぎりがまあ最低ラインかなみたいなって書いてありましたね。なんかそこれになんか答えはないらしくて、あんまりでもなんかこれはやめといた方がいいし、これはまあ許せるんじゃないみたいなのがあって、こう境界線みたいな。まあタクシーでおにぎりはまあ許せる人が多いぐらい。あでもなんか海苔をパリパリ落としたりしたらアウトみたいな。めっちゃネットで調べたの、タクシーで食べてもいいものみたいな。でもさ、なんか今食べたいみたいな時ないですか？なんか急いでてみたいな。ありがとう。551は罪だね、確かに。グミで我慢して。あ、グミはいいの。なんかさ、絶対に食べちゃダメっしょみたいな人はさ、本当にグミとかはもう食べないってことなのかな。ガムとかも禁止って感じなのかな。まあなんかあれらしいよ、なんか本当にもうルールとかはないけどマナー的なもん。
運転手さんに食べていいか聞くん。あ、でもなんか本当に食べたいってなった時は聞いた方がいいんじゃないって書いてあったネットに、うん、一言ちょっと食べてもいいですか。どうなんだろう。でも私さあタクシーで駄菓子もらったことあるんだけどさ、駄菓子は OK なのかななんかさあなんだっけな、いやそうなんか乗った人に全員駄菓子を配ってますっていうタクシーに出会ったことがあっていやそうそうよ、お菓子でもお菓子もさ LINE もあるもんね。もらうことあるあるとか、まあ飴はよくあるんですけど、ありがとう虫眼鏡。なんかね、なんだっけな、なんかわあこんなものもらうなみたいなものをもらったりするときたまにあるんですよ。ありますあります、なんか多分運転手さんのご好意で。いいね、ありがとう。なんかコメントしづらいコメントが。小学生と思われたか。でもどうなんだろう、小学生一人でタクシー乗ったりするのかな、わかんないけどどうなんだろうね。マイキュー美人と言われて喜んでも、なんかそういう次元じゃない、なんて返したらいいかなみたいな、気まずい気まずいんだけど、なんて返せばいいかわからんコメントをもらわれてもちょっと難しいですね。ハートありがとうございます。なんかもらったったら、え、それ可愛いキャラじゃんみたいなコメント、マジでなんて返せばいいかわかんないです。いやなんかみんなに配ってますって、そもそもそのタクシーに当たっただけなんですよなんて返せばいいの、そんなの言われてもあ、でも東京のタクシーは少ないかもしれないです。広島で乗った時はたまにある、でも毎回じゃないですよ。なんかニヤニヤとかじゃないよ、なんかそんなこと言われてもみたいな気持ちになる。
地域性もね、ありそうだね。確かに。愛媛、あんま愛媛で乗らんな、タクシーも。なりませんね。そもそも愛媛に最近めっちゃ行ってるわけでもない。ね、今月2回？え、なんかさ、今月2回がさ、3連休に2回行ってるのすごい。すごいんだが。しかも日帰り。いや、そうよ、実家に帰れたらよかったんだけどね、帰ってないので。日帰りしました。明日からは大変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 です。もうリハリハリハーみたいな感じで頑張ります。寝ないで。寝てない。寝てないよ。寝るよ、寝るわ。この後寝ます。コーヒー、やっぱりカフェラテ。え、カフェラテにもカフェイン入ってるのか。眠れないかな。いや、大丈夫っしょ。今日は睡眠が勝ちそう。24時までに寝た方がいいみたいだよ。マジ？今すぐ切って、あと2分ぐらいで寝るわ。じゃあ、もう明日にして全部、メイクも落とさず明日。今からすぐ来て2分ぐらいで寝ます。もう配信終わった瞬間に気絶で寝ます。日付変わる前に寝たのいつか。寝てないね。そう考えたら毎日日はこうしてるね。眠れないかも、日付変わる前には。ちょっと おやすみ、おやすみ。この動きをさ、よくさ、よくやるんだけどさ、お姉ちゃんにやめてって怒られるんだよね。何それみたいな、やめてみたいな。この動き好きなんだよね。おやすみ、おやすみ。天井呼ぼ。くまねパパさん、昔からおじいんさん、シーサーさん、50代独身さん、おっさんずサムさん、マサさん、ミッキーさん、東京のスワンさん、きなぺこさん、N2F さん、ゆずきちさん、ケンジさん、福太郎さん、ありがとうございました。おやすみ。
おやすみ。エンディング？エンディング、エンディング。なんか確かにちょっと気持ち悪い動きしとるね。おやすみ。おやすみ。また明日、また明日、また明日。